宿流派、スールデウェーブマイナスは2008年に結成された日本のフリースタイルフットボールチーム。SDW と略記されることが多い。リーダーは富山。超人プロ所属。2008年1月、富山を中心に結成。3月20日にチーム初となるパフォーマンスを行う。2009年4月に自主制作 DVD。 SDWDVD ボリューム1を発売。この年から J リーグや F リーグでのハーフタイムパフォーマンスが開始され、大道芸、ワールドカップにも初出場を果たす。10月11日にはバーストチームコンテスト2009で優勝。2010年2月にもダンスコンテスト、ギャッツビースタイリングダンスコンテスト2009から2010ユニーク部門で優勝している。 2月21日には東京ディズニーランドでのステージパフォーマンスに初出演。その後も精力的に活動し、現在では関東を中心に日本全国でパフォーマンス活動を行っている。現在でこそ主流になっているが、曲に合わせる MC を入れないチーム技を多用するなどのダンス要素を初めて取り入れたチームである。 またリーダーの富山がサッカー未経験者ということもあって、足技にはあまり固執していない。そのため、パフォーマンスで主義を多用するチームとしても知られている。ありがとうございます。